いや、なかなか長期戦にはなってはありますが、浮田家もまだまだこの有子山城、兵力を随分と有している様子、この辺で結構厳しい戦いにはなりそうな気がしますよ。とりあえず、四国の方から呉詰を呼んでいるんで、それでなんとか、攻めやすいようにはなればいいとは思いますよ。茂さん撤退。さて、そろそろ鳥取攻め再開しようではないか。承知いたしました。かしこまりました。立花さんはこの浜村っていうところに行こう。上司からも内我藤が助案を戦出す。お見せしましょう。あんま戦向きではないですけれどもね。ここの舞台どうしようか。まだ余裕はあるっちゃあるんですよね。ならば、この三石かな、通って、でこのまま竹田城に行って、この有子山城を攻める準備をしましょうかね。藤堂さんはそうだな、津山に行こう。承知いたしました。でこちら蜂須賀家政がいる高田城攻めれる準備をしていこう。待機せよ。島津軍はまだまだ本体の方は動かないか。さて、我々宮本武蔵軍ですけれども、提案で攻略対象を、宇喜多に変えました。どうやらね、この辺の城は宇喜多家で、我々の主命が毛利家攻略なんで、ここを落としたところで、我々の城にはならないんですよね。今更気づいたっていうね。というわけで、任務を宇喜多攻略に変えまして、でこちら有子山と鳥取、そして、高田町落として、でそうすれば、主命がまた毛利家に戻ると思うんで、こちらの備中松山を攻めていこうと思いますよ。なんで一旦そうだな、加藤義昭も北に向かわせよう。かしこまりました。で一部隊だけは、念のため置いておこう。こっちはね、もういろんな部隊が合流して、で、竹田城取っているみたいなんで、有子山に攻めていきますかしよ。こまりました。承結知いた構しまし結た。構いるなみんな。 いい返事だ。でこっちからも回り込んでいくぞ。我が策、豊臣家戦を制はす。もう終わりそうな感じだな。だが石田家なんぞに宇喜多家はやらせはせんぞ。ほう、そこでぶつかるか。だが交代していく。津山の藤堂高虎も向かわせよう。任せくだいされ。やー、戦国立伝シーズン1の主人公とこうして戦うことになるとは。シーズン2では味方、最終的には味方になったんですけれども、皆さん、無理はいけませんよ。花さん歴優史を捉しえました。い、優しい 優しく捉える。さすが忍び。 忍びじゃないけれどもね、覚えるのは忍び系なんですよね。あと捕縛とか覚えそうな気がするな。報告いたす。先月の収支よう、報長告政。いたす。とりあえずもうこの辺はサクサクっと飛ばしていくぞ。我らも加勢しますぞ。敵将、捕縛しましお、た。あんたも密使を覚える。お、有子山城、案外すんなりと落としたな。こちらの部隊はどうしようか。もう撤退してもいいな。城へ戻る。騎乗します。石田家との盟約は残り2ヶ月。2ヶ月で突破できるかな。 突破って言い方もおかしいんですが、そうだな、じゃあこっちの部隊は、鳥取攻めには加わりませんが、そこを経由するという意味合いでそっちに行こう。あれだな、石田家と同盟を組んでいるうちに、大谷を足すのもなかなか面白そうではある。おっと、南部家は上杉家によって滅ぼされました。そういえば東日本全然見ていないが、おっと、上杉が 東北を制している。どうだ、徳川と一悶着起きるならなかなか面白いところではあるが、同盟は組んでいない。これはなかなか関東の方も面白そうだな。敵将を捕縛ということは鳥取を占領したか。戻るとするか。騎乗します。さて、あと目標は2拠点のみ。包囲に入っているなら 赤星さん怖いよ顔が。一旦津山に行こう。いや、もしくは備中高松。かしこまりました。
お、石崎との同盟は残り1ヶ月。表彰を始めます。報告いたす。攻められないか心配なんですよね、特にこの辺。絶対攻め込んでくるよね。そうなると守りきれる自信がないな。まあその辺は何か策を考えておこう。いやー皆さん、どうやら島津、まあ本体ですけれども、おそらくこちらまで武将を持ってくる余裕がないと思うんですよね。まあ見ると結構、ね、武家は少ないんですけれども、まあ、一応拠点にまあ3人置いているところもあるんですが、どうやらしばらく経ってもこちらの城に送り込んでくる様子がないんですよね。だってしばらく、ね、経っていたこの神鍋城、こちらにも武将を持ってこないということは、まあ、島津本体がまあ我々の戦に介入してくることは まずないとは思いますね。とりあえずはあとはこちら高田城を落とすのみ。どうだ、包囲は順調か。まあ守兵を削るところまではやってはいきたいが、まずはこちらから行こう。任せくだされ、承知。お、大筒を作れる。なるほどね。こっちからできるかな。東堂さんどうだ。大筒を作れるな。ならば東堂さんにまずは城門の突破お願いしましょう。さあ作っているぞ大筒。お、完成した。さあ打ち込め。お、早い早い。ならこっちにどんどん進んでいこう。敵部隊はどうやらそちらに向かっている様子。さあそんな少ない兵力で何ができる。すぐに片付けてやるさ。浮田はどうやら戻ってくる様子。そこを狙うぞ東堂さん。かしこまりました。さあ城門は厳しいか。どっちも神速か。いやだが加藤義明がいる。一本槍で突っ込んでいこう。さあ着いたぞ。罹患。82でもね容赦はしないよ。浮田さん随分声が落ち着いているぞ。さてあともう少し。城門を破壊しました。まあこんなものかな。これで浮田家は落ちた。よーし、敵将捕らえたり。おっと兵糧切れか。大丈夫か。この2部隊はもう撤退しよう。戻るぞ。出るとするか。止まれ。さあ次はどうする。もう毛利家攻略となるか。石田家はね、石田家はダメ。まだ攻めない。先月の終始です。報告いたす。先に同盟を組んでおこうか。同盟で石田家よしで、次の月で毛利家攻略に切り替えて毛利家を倒していくぞ。さて石田家と同盟を組んでいることにより目標が毛利家に変更されました。切り取り自由っていうけど、あと1拠点ですよ。ほう、岡山城を貸し与えるゆえ手足のごとく扱ってみせよ。お、了解しました。報告します。で誰がいる岡山。誰もいないじゃん。誰もいないのに、あんたね、将もいない城を、ね、手足のように扱いっていうのもおかしい話ではあるぞ。まったくもう83歳か4歳ですから、もうそろそろ猛録しているのか。さあこちらの舞台で攻めていくぞ。任せください。高虎さんも撤退しようか。戻るぞ。で今急ピッチでこちらの2拠点防御を高めていってますよ。規模を上げてもいいけど、まず大切なのは守りですよね。まあ防御力を高めさえすればなんとかはなるとは思うが、
とりあえず耐性の高い武将をどんどん送り込んではいるぞ。規模も上げていこう。110かかるのか。まあこんなものかな。赤がいるな結構ね、毛利家とか、毛利家じゃない浮田家か、いろいろ入ったんですけれども、忠誠が低いのがいる。花房くんはもう69歳、51位、16歳、45、16歳でこの顔か。一体何があった武力10逆に彼も何があった。あ、でもこの辺かっこいいな。ね、浮田三人衆の浮田の三郎かなの息子、戸川さんか。しょうがないな。まあ贈り物でご機嫌を取っておくか。立花さんは、あ、花房はもう死ぬと思うからな。池田さんもできるだけ低いものを与えていく。よし、こんなものか。何かこうね、アイテムがあればいいが特にはない。さて、じゃあついに毛利家倒していくぞ。5900、結構いるな。東堂さん、ちょっと待って、厳しいかもしれない助けて任せくだされ。でこっちの部隊も一応ゴスメとして送っていく。東堂愛さん親子で救援に向かってくれ。まあ今攻めている部隊はとりあえずこの守兵鍋島直重、彼を倒せばまあいいだろう。さあここに来て2度にわたって我々と不戦の約束をしたと、鍋島直重、加勢いたす。次は彼と直接戦う。東堂さんが到着すれば大筒が使えるんで、まあ有利になるとは思いますよ。よし、やっていこう。毛利家との最後の戦やっていくぞ。進め。東堂さんはこの辺かな。任せくだされ。残りは待機。お任せください。かしこまりました、かしこまりました。微妙に食らってはいるんだな。届くかな。お、作れてはいるな。よし、完成。さあ打ち込め。いざ参る。いいのか、大砲があるところに乗り込んでくる。しかもモグラ攻めをやっている。いいのか、来るなら相手にしてやるぞ。鍋島さん、お任せください。いざ参る結局できなかったのかな。まあいい、全軍で任せください。突っ込んでいくぞ。さあさあ困っているぞと、鍋島くん。なぜか東堂と言いそうにはなるが、離間は届く。そういうことだ。いいこと言うな、堀田くん。これが戦の作法よ。我らが戦。ずいぶん押し込まれているぞ、鍋島さん。さあ門の前で抵抗する。どうやらそれは無駄のようだが。おっと、木下君、何度も病にかかっている。大丈夫か。さあこのまま落としていくぞ。城門を破壊しました。包囲状態には入っていなかったので、このまま三層天守落とさせてもらう。三層天守まで行くと、まあそこそこ立派にはなりますよね。館だとね、かなりしょぼいんですよね。二層天守も大したことはなかったな。さあなかなか硬いぞ。よーし、毛利家滅亡。敵将捕らえた。これで先ほどの、まあ、戦と合わせれば40人近い武将が我々の家臣となるわけですね。現時点でも宮本武蔵武将69、兵力17万か。いいね。次どうなるんだろう。あら、あら、徳、じゃあ、豊臣家、あれ、石田家に従属しちゃった追い込まれた末、こうなってしまったか。関東でも一戦起きているようには見えるぞ。
まあ次はどうだろう、石だけと戦うことにはなるとは思うんですよね。ちなみに現在我々の勢力支配国27、つまりあと3カ国取れば、まあいわゆるクリアになるんですが、そのためには京都を取らないといけない。なるほど。では次はどうする、伊沢さんか。八塚の武将だな。どうしようか、同盟を延長させて、でその隙にこの大阪城と、あとは金ヶ崎かな、そこに乗り込んで、ね、あの大谷を倒して、でこの2拠点をガチガチに固めて、で、石岳攻略に向かう。まあ、この2拠点は、まあ、いわゆるね、まあ、敵の監視役みたいな感じで京都まで突っ込んできたらいいとは思うんですよね。まあ、その辺はまあ次やるとして、まあ捕獲した武将たちが帰ってくるまではカットしましょう。さて、宮本武蔵がいますこの鴻峰城を見てください。まあ捕獲した武将が来て62人になっております。いやいいね、ずいぶん増えたこの宮本武蔵軍。そうだな、士官歴で並べてみようか。こうか、士官は2年になっている。結構忠誠心が低いのが多いんですよね。お、平岡さんか、あの平岡さんの息子か。利官持ち、いいね。結構いろんな武将が入っていますよね。内政99、いいね。あとは元毛利の家臣たち、あとは吉川の娘、いろいろいるな。お、後藤又兵衛もう59歳か。ついに我々の味方になったが、不服そうな態度を時折見せている。まあそれはね、あの裏切った挙句何回も敵として戦ってますもんね。彼は清水宗春の息子か。へえ、原さんかっこいいな。お、黒右衛門もまだまだいるんですね。へえ、あとは黒田官兵衛の嫁か。お、吉川広家お前か。そうそう、あの関ヶ原でね、あのいろいろ動かなかった彼、吉川、そして栗山善助もいる。69歳か、生きるな。結構ね、お、吉重、そして家政61歳、吉重は33歳ここに来てシーズン1の、まあ、続きのような感じがなるとは思わなかったが、花房くん忠誠低いけど64歳、そろそろ亡くなるお年。お、明石照澄、忠誠は低いが能力はクソ高い。お、スナイパー遠藤さんもいる、いいね。ちょっと待って、あの池田さん、あのその顔で10歳ですかいやー、ずいぶん混ぜた人がいるようですが、備前岡山31万石の藩主、儒学を推奨し学校を起こし、また領民の生活向上に努めて岡山藩政の基礎を固めた名君。名君が10歳か。ふーん、まあ結構かっこいいなひねのさんの、あ、孫ね。へへ、結構いろんなかっこいい武将入ってはいるが、いいね、かなり充実したこの宮本武蔵軍。ついに統率が50、もうちょっとで武力は100になるのか。いいね、宮本武蔵。軍功はもう2万3000までいったのか。で次ですけれども、まあこのまま家臣を振り分けて、で軍をまあこの手前まで進めて、でもう一回同盟を組んで、こちら大阪とで金ヶ崎を落として、大谷家の武将も獲得していこうと思っていますよ。でその後こう石田家攻略で京都まで突っ込んで、でそこで多分シーズン3は終了かな。じゃあ今回はここまで。これまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。